それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しいたします。はい、私から 5点ですね、お話をさせていただきます。まず1点目です。6月18日から始まりました第2回定例会が本日終了いたしました。この度の議会でありますが、観光振興を目的とした新税、そしてヒグマ対策、北海道新幹線の札幌延期への対応、こういったことなど、道政上の重要課題について議員の皆様と議論をさせていただきました。総額約14億円の補正予算案、7件の条例案について議決をいただきました。この度の議会での議論、これを踏まえて今後とも道民の皆様の安全安心な暮らしを守るとともに、本土経済の活性化に向けて道政の推進しっかり取り組んでまいりたいと考えています。2点目でございます。北海道では昨年子ども家庭庁が推進する子ども真ん中応援サポーター、このサポーターになることを宣言をし、オール北海道で子どもや子育てを応援する社会づくりに取り組んでいるところであります。そして今年から道内の多くの学校においては夏休みの日数が最大で6日間増えると、このことを受けて道では休暇の分散取得、こういったことなど夏季休暇取得の促進ということで、経済団体などへの協力をお願いをしているところであります。この機会に道民の皆様に夏の北海道を満喫していただきたいと、こういう思いで2つの取り組みを実施をいたしますので、ご案内をさせていただきます。1つ目であります、道内を旅行していただきたいということで、観光機構と連携をして今年は道内夏旅ということで題して、この一緒に取り組みを盛り上げていきたいと考えています。宿泊営業者、そして旅行会社などにご協力をいただきまして、これらの応援企業の楽しい企画、そして夏のイベント情報などを掲載したこの特設のページを本日より開設をいたします。ぜひ道民の皆様にはこのホームページもご覧いただいて、夏休みこれ増えますので、ぜひ道内の旅行の参考にしていただければ嬉しく思っています。2つ目はですね、高校生に美術館博物館をぜひこの大変身近で魅力ある場所ですので親しんでいただきたいということで、この夏の文化芸術体験の場として、この夏休みは道内美術館ということで題して、7月から8月までの2ヶ月間になりますが、道内6カ所の同立の美術館博物館のこの常設展示の観覧料、これをこの普段小中学生は無料なんですけれども、高校生等にもですね、無料にしまして、ぜひですね、来館いただきたいということも同時にやっていきたいと考えています。合わせて創作講座などの体験的なイベントも実施をしますので、ぜひですね、子どもたち夏休みも6日間増えますんで、こういったお得な情報というか、旅行の関係もそうですし、こういった美術館博物館にもぜひ足を運んでいただいて、ご家族で楽しい、そういった思い出も作っていただければ大変嬉しいなというふうに思ってます。ぜひこれ新しい、そういった学校の休みも増えますので、ぜひこういった情報につきまして、報道関係の皆さんにも、ご協力いただけたら大変ありがたいと思ってます。次3つ目です。ウポポイですけれども、今月の12日に開業4周年ということで迎えます。本当にマスコミの皆様にもこの間大変なご協力をいただいてまいりました。そしてウポポイではこれまで体験プログラムのリニューアルですとか、アイヌ文化をテーマとした数々のこの特別展示、そういったものなどコンテンツの魅力向上ということで努めているわけでありますけれども、この度4周年ということを記念をして、7月13日から15日、このウポポイ祭り2024ということで開催をされます。このイベントでありますけれども、踊って体験、食べて実感ということで、全道各地のアイヌ古式舞踊の鑑賞体験プログラム、またアイヌ料理の試食会などなど、
この多彩な催しが企画をされています。どうとしてもこのイベントを応援させていただいているところです。ぜひですね、多くの皆様にこの4周年を迎えるウポポイにも足を運んでいただきたいというふうに思っています。また、どうでも関係企業や団体の皆様と連携をいたしまして、7月の12日に、札幌のこの地下穂においてアイヌ文化に触れていただける、まあ、この体験体感アイヌ文化魅力 in 地下穂ということで、まあ、開催をさせていただきますほか、7月から9月までの3ヶ月間、胆振総合振興局で館内のアイヌ関連施設を巡っていただいて、体験イベントなどの写真を応募いたしますと、抽選で景品が当たりますというフォトラリー、こちらを実施をさせていただきます。まあ、4周年、この記念連携イベント、いろんな形で ありますので、ぜひこれを機会にですね、皆様ご参加いただけたらありがたいなと思っています。地下穂のイベントやこの SNS、などでですね、私からもこの動画メッセージも流しまして、さらにこのウポポイへの誘客にもつなげていければなと思っています。なおですね、国では本年3月にこのウポポイの誘客促進戦略というものができまして、現在集中的なこの誘客に取り組んでいるというところであります。どうとしてもこの戦略の趣旨、これを踏まえて、ウポポイをはじめ道内各地のアイヌ関連施設への誘客促進、これに努めていきたいと思っています。より多くの方々に、アイヌの文化、歴史、こういったものに関心やまた正しい理解を深めていただければというふうに思っております。報道の皆様にもこれまで4周年迎えるにあたり様々な形で取り上げていただいてまいりました。この点についても今後ともご協力をよろしくお願い申し上げます。次4点目でございます。こちらは北海道北東北縄文遺跡群、こちらがですね、世界文化遺産となってから、今月27日にはこの3周年ということでございます。道内の関連事業について、統一感を持ったプロモーションを展開しようということで、これはですね、昨年度作成した北の縄文絵本の主人公、ジョモルンということで、これ皆さん、結構知ってる方と知らない方がいたかもしれませんけど、この絵本作ったんですけど、そのキャラクターですね、これを、ぜひ共通アイコンとして活用して、発信していきたいと思っています。そして7月の15日に、札幌ファクトリーにおきまして、この縄文世界遺産登録3周年記念フェスタということで開催をさせていただきます。世界文化遺産としての価値や魅力を伝える公演、そしてこの、先ほど申し上げた北の縄文絵本、これに関するトークイベントのほか、関係する市町がありますので、そういった皆様や民間団体の皆様などがブースを設けていただいて、体験プログラムの提供、また食、グッズなどの販売、こういうものも予定しますので、誰もが楽しめる、そういう内容になってますので、ぜひこちらのイベントにも足を運んでいただければと思っています。また株式会社小池屋様からですね、この縄文世界遺産とのタイアップ商品、これが販売されるということになっています。同社との連携共同に向けた協定も結びたいというふうに考えてまして、この小池屋の佐藤社長がですね、出席をされて、この締結式、これを行うという形になっています。このポテチですね、これが販売開始日が当日ということになっています。でこれが売れると、その売り上げの一部が縄文世界遺産への支援になるという枠組みになってますので、ぜひこちらも、商品発表、また食べれるのを楽しみにしてますが、多くの方に足を運んでいただきたいなというふうに思ってます。このイベントのほか、振興局、関係市町、民間団体、こういったところにおいても、各地域でさまざま取り組みを行っていきます。ジョモルン、これ、初めて知ったって方もいるかもしれませんが、こういったキャラクターも活用しながらですね、連携を図っていきたいなと思っています。こちらもですね、ぜひ世界遺産登録から早いものでも3周年ということであります。ぜひ皆さんにも報道、ご協力いただければと思います。最後5点目であります。
今月の13日土曜日から22日月曜日までの10日間、飲酒運転の根絶などの4点を重点事項として夏の交通安全運動、まあ、こちらを展開をさせていただきます。とりわけ7月の13日土曜日につきましては、北海道飲酒運転根絶に関する条例、まあ、これが定められた飲酒運転根絶の日、これが7月13日土曜日とこういうことになりますので、まあ、12日に開催する決起大会、こちらでは飲酒運転による事故の被害者の方から、体験談、こういったものを聞きをするというほか、企業団体の皆様から、まあ、日頃の飲酒運転根絶、この取り組みを、ご紹介をいただくということと、道民の皆様にはこれ繰り返し皆さんと確認しています、まあ、飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さないということで、まあ、この徹底による飲酒運転の根絶をみんなで呼びかけていく、まあ、こういうことをやっていきます。まあ、小樽市での飲酒ひき逃げ事故、まあ、これが発生をした平成26年以降でありますけれども、飲酒運転による、この交通事故につきましては、道民の皆様の、ご理解と、ご協力によりまして、減少傾向であります。道としては引き続きですね、この根絶ということで、まあ、飲酒運転の根絶、まあ、これに向けて取り組んでいきたいと考えてますので、ぜひ皆さんに引き続きのご理解とご協力をお願いするものであります。またこれからの時期につきましては、先ほど申し上げたような夏休みですとか、旅行などで、まあ、人の流れも活発になりますし、お子さんから、まあ、高齢者までですね、まあ、そういったお被害に遭う事故、そして脇見、居眠り、スピードの出し過ぎ、まあ、こういったことなどによります事故が心配されるということがありますので、まあ、飲酒運転と合わせて改めて道民の皆様にはご注意をいただきたいということもお願い申し上げます。この運動の期間中10日間でありますけれども、全道各地において街頭啓発、まあ、これを行ってまいります。報道の皆様にもこの点につきましても、まあ、その非常に大きな、この重要なこの日を迎えますので、ぜひ報道についてご協力いただければというふうに思います。私会長です。それではまずただいまの話題についてご質問をお受けしたいと思います。 UHB 三宅さん。UHB 三宅です。よろしくお願いします。はい。定例会についてですね、宿泊税について改めて伺いたかったんですが、道議会でもですね、ご発言ありましたけれども、導入を目指す時期などについて、そしてですね、税収をどのように使うか、使い道について、お考えがあれば聞かせていただけますでしょうか。はい。まず、まあ、本議会におきましては、この税の必要性、そして税率にといったですね、この税の基本的な事項についての方向性、まあ、これを整理した新税の概要の導案ということでお示しをさせていただいた中で、まあ、議会にご議論をいただいてそれを重ねてまいりました。その中で私からも議会の中で発言させていただきましたが、まあ、新税については、まあ、早ければ令和8年4月の導入に向けて、この税条例の策定に着手する、この考えをお示しをさせていただいたところであります。まあ、さらにですね、特別徴収義務者となる宿泊事業者の方々への交付金、これが結構このさまざまなご意見もいただいています。この状況ですけれども、例えば東京都などの、まあ、先行してこの新税導入した自治体においては、まあ、どういう状況になっているかというと、まあ、この納付額の 2.5%、納付額の 2.5% について、まずこれ、基本に交付金というのをやっていて、でその導入後5年間についてはさらに 0.5% 乗せて、まあ、合わせて 3% ということでやっているというのが、この先行自治体の状況があります。まあ、こうした考えと同様の措置を道としてお示しをしていましたけれども、道議会でのご議論、まあ、こういったものを踏まえて、この交付金のこの交付率につきましては、まあ、引き上げる方向で検討するということにしました。で、この
それと合わせて事業者側のシステムの改修、まあ、こういうものが出てきます。で、まあ、このシステムの改修についても補助金、まあ、これを設けていきたいというふうに考えてますので、まあ、そういう意味では先行した自治体、今申し上げたような交付金、基本は 2.5% に5年間 5% 乗せて 3% という状況ですけれども、まずその点についても、この、まあ、さらにですね、引き上げていくということを検討するのと、まあ、この導入についても、この補助金、まあ、これを設けるので、まあ、そういった意味では先行自治体と比べても、まあ、その手厚い、まあ、そういう状況にしていければというふうに考えています。まあ、この詳細についてはまたさまざま詰めていかなければいけないというふうに思っています。まあ、今申し上げたような状況も含めて、制度の骨格となる、この条例の策定に向けた検討を進めていきたいというふうに考えています。またまあ、どういうことに使うんですかっていう話ですけども、まあ、これも考え方自体はお示ししています。この考え方の中では、まあ、観光の高付加価値化、やっぱり北海道の観光大変魅力的なんですけども、さらに高付加価値化していくということと、観光のサービス、そして観光のインフラのこの充実と強化をしっかり図っていく、それとまあ、危機対応力、まあ、これを強化していく、まあ、コロナの時もいろいろありました、まあ、その利用、需要が一気に喪失する、まあ、こういうこともありました、まあ、そういった危機対応力、まあ、こういうものを強化していかなきゃいけない、まあ、こういう3つの方向性、まあ、これはお示ししてます。でさらに、まあ、そういった具体的な施策の検討、まあ、こういったものについては、この振興局、そして関係する部局、道民の皆様をはじめとする市町村、事業者の皆さん、そういった方々からですね、ご意見を伺いながら、このやはり地域の実情、そして課題を踏まえた施策、まあ、こういうものを練り上げていかなければならないと思いますので、検討を深めていきたいと思ってます。そういった考えのもとで、今後進めていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。読売新聞八木沼さん。読売新聞の八木沼です。宿泊税の関係で追加で伺いたいんですが、26年4月早ければというふうに表明された総括質疑の中で、知事は直接私自身の考えをお話ししていくことも重要と考えておりというふうに述べられたと思うんですが、具体的にこういつからどういう形式で説明というか理解してもらうための取り組みを始めるのか教えていただければと思います。はい、まあ、それは具体の内容についてはちょっとまだ詰まってないんで、具体な内容を決めて皆さんにしっかりお知らせしていきたいと思ってます。やはり議会の議論の中でもやっぱり知事がしっかり説明をするべきだと、こういうこういう議論があった中で、私もその必要性について認識した中で発言させていただいてますから、そこをしっかり準備して対応していきたいと思っています。答弁以降直ちに検討を開始してますので、しっかりやっていきたいというふうに思います。他いかがでしょうか。北海道新聞富谷さん。北海道新聞小宮です。よろしくお願いします。宿泊税についてなんですけども、まあ、知事早ければ26年4月、導入時期示されたと思いますけども、こう26年4月に設定したですね、理由とですね、まあ、当初からこの時期を描いていて、まあ、議論を進めてきたのか、伺えればと思います。まあ、議会議論の中でも、まあ、そういった市町村やいろんな準備の関係もある中で、一定のそういったものを示すべきではないかという議会議論の投げかけもある中で、まあ、一定の準備で20ヶ月制度 の, そういった実務上の期間の必要性などについても、まあ、この会見の場などでも申し上げてきたところであります。まあ、そういったさまざまな状況の中で、早ければという状況の中で、そういった考え方をお示しをしたというところです。26年4月というのは、まあ、札幌市だとかですね、小樽市も導入資格で、まあ、検討していて、まあ、導入時期に、として、まあ、この辺りをこう考えているということなんですけども、他の市町村とも足並みを揃えたい、そういった考え方もあったんでしょうかね。まあ、足並みっていうのもあれだと思うんですが、まあ、道のやっぱり導入の早ければいつぐらいになるんだろうということについては、やはり関心が導入を検討しているところからも
また導入が先行しているところなどからも、そういったお話はあったというのは事実ですね。ですからそういう意味で早ければこれぐらいの時期をということで申し上げる必要性もあるんじゃないかというふうに思っています。まあ、事業者からは道と市町村がですね、まあ、同じ時期にこう導入してほしいという声も上がっていると思いますけれども、こう導入時期について、まあ、まだ最短でという話だと思うんですけれども、ね、今後、まあ、市町村とも議論しながら、具体的に詰めていくと。これは導入時期などもそうですが、さまざまな場面で、まあ、導入を検討している、まあ、そういったところとはやり取りをさせていただいてますから、そこはこれからも丁寧に当然やり取りしていきたいというふうに思います。あと徴収手数料のところですね、まあ、3% 程度と示していたものをですね、まあ、事業者に対する徴収手数料のところ、まあ、この引き上げる考えを示されたと思うんですけども、まあ、いつ頃までにですね、そういった判断というのをされるのか。まあ、議会でそういう考えをお示しをしましたので、今後、議論をしながら、お示しをしていきたいというふうに思ってます。まあ、今の時点でいついつそういった考え方をお示しするというよりは、しっかり議論をすることが大事だと思ってます。まあ、直接やっぱ事業者にも意見を聞きながら今検討していくということなんですね。そうですね。現時点でもさまざまな声をいただいてます、まあこの交付金に対するご意見としてはなかなかその手数料を考えると、この 3% という状況で課題があるんじゃないかだとかさまざまなこれは事業者の皆様からも、お声もいただいてるんですが、まあ、そういったこれまでいただいた声ももちろんのことさまざまな団体やいろんな形から私たちも意見をいただいてますから、まあ、そういったことも踏まえた中で、検討を進める必要があるとは思っています。最後にですね、まあ、条例案の提案というのが次焦点になってくると思うんですが、まあ、いつ頃想定しているかというのと、まあ、知事はその知事総括の中でですね、まあ、こう事業者だとか道見市町村の理解が得られてきていると認識をしていると答弁でおっしゃった一方で、はい、まあ、こう制度の詳細部分については、まあ、議論を重ね、まあ、段階的に検討を進めて、まあ、理解を得られると、していくことが重要だというお話されていたと思います。でこう条例の提案に至ってはですね、当たってはその、まあ、具体的な使途だとかその徴収手数料にこの部分に、まあ、理解が得られたでこの部分が固まった段階で、まあ、提出をしていくお考えなのか、まあ、その先ほど言った時期も含めてですね、今のお考えを教えていただければと思います。やはりしっかり先ほど申し上げたように事業者の皆様そして市町村さまざまな皆さんとやはり議論を深める中で、しっかり提案をしていくことが重要だというふうに思ってます。議会でもその旨、しっかり私からも答弁をさせていただいてますから、その答弁に沿ってですね、進めていきたいなというふうに思ってます。まあ、ちょっと今質問したところなんか答えていただけないようになったと思うんですけど、どういう環境が整えれば条例を提出できるというふうに考えていらっしゃいますかね。しっかり議論を深めてですね、我々として提案できる、まあ、そういう内容を精査した上で、提案をしていきたいというふうに思っています。まあ、条例を提出する時点ではもうある程度、まあ、今道民の理解を得られつつあるというふうなお話だと思うんですけども、理解を得られたと判断した段階で出すということですよね。当然基本的考え方の道案に掲げている、まあ、そういった今回の税の必要性、や、まあ、税率などについては一定の理解が図れつつあるというふうに考えていますが、なおその詳細な部分についてはさまざま今回の議会でもご意見がありましたし議論をさせていただきました。具体の条例の提案にあっては、まあ、そういった部分をしっかり深めていかなければならないということもありますので、そこを丁寧にやっていくということだというふうに考えています。他いかがでしょうか。NHK 桜田さん。NHK 桜田です。ちょっと議会関係でちょっと話変わってしまうんですけれども、今日の、閉会日で、提出されてました赤レンガ庁舎の条例が一応可決成立したという形になりました。で、正式な料金設定については、まあ、今後もう少しちょっと時間がかかると思いますけれども、今回の議会の中では来年の7月下旬にリニューアルオープンだという具体的な日程への言及もあったかと思います。で、まあ、実際にあと1年後ですかね、多分になるかと思うんですけれども、今後そのリニューアルオープンに向けて その、まあ、広報活動周知活動などについてどのようにこう取り組んでいくお考えかというのをぜひ聞かせていただければと思います。はい。まあ、これは7月の来年の7月の25日にオープンということで、これはいろいろですね、そのオープンに向けて例えば
さまざま旅行だとか、まあ、いろんなのこの団体もそうですけどもやっていくって考えると、まあ、この7月25日ってこれを発表する、まあ、これはまず大事だなと思ったんで、ここはまあ今回あの25日来年オープンしますよということであの整理しました。でさらにあの今月の、7月25日がそういう意味では1年前になりますから、まあ、そこをキックオフとしてあの節目節目であの盛り上げていきたいなというふうに思ってます。あのそういう意味では早くからあのそういうこの予定というかあの入ってくる検討する、まあ、そういう団体だとかいろんなあの方々もいらっしゃいますし、あの道内やさまざま機運を盛り上げていく観点からもまずはちょうど1年前が今月来るんで、まあ、そこをキックオフとしていろいろやっていきたいなと思ってます。で今日はその25日の予定言えないんですけど、まあ、いろいろこれから検討もさらに深めてですね、あのこの1年前だけじゃなくてこう節目節目で、いろんなイベントをしてあの盛り上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。今の多分話でちょっと追加でお聞きするんですけど、まあ、ということは多分つまりまあ、赤レンガ庁舎ってやっぱり北海道の中でも、まあ、観光地としてはすごく多分知名度の高い場所でもあると思いますので、その1年前にあたるまさに今月25日に、まあ、何かしらのそのセレモニー的なことを、まあ、多分今、まあ、予定しているというようなイメージで今いらっしゃるということでしょうか。そうですね、まあ、1年前なんでキックオフイベントじゃないですけども、まあ、そういったキックオフのイベントをあのできればと思ってます。まあ、それを契機として、まあ、1年あのありますんで、まあ、盛り上げてあの行きたいなと。まあ、約70万人がお越しになられてた、まあ、そういった施設ですから、さらに内容もリニューアルしてより魅力的な内容になった上で、まあ、1年後オープンしますから、まあ、そういった情報をしっかり必要な方に発信をすれば、間違いなく多くの方がお越しいただけると思ってます。でさらにまあ、これはあの赤レンガ札幌にありますけれども、他の全道に魅力的な観光地があるわけですから、そういった全道に波及する、まあ、そういう取り組みぜひあのつなげていきたいというふうに思ってますし、あの非常にあのそういう意味ではチャンスだと思ってますので、あのしっかりあのやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ちょっともう1点、2点目別の案件になります。今回の議会の中でもあのお知事の答弁でありました、あの仮称 の, あの札幌延伸推進会議、あの新幹線の件ですね、はい。で知事の答弁の中では、道議会を速やかに設置した上で幹事会を今月下旬にも開催するとい う, こう、お話がありました。はい。で昨日の終日委員会でもあの質疑があったかと思うんですけれども、ちょっと具体的に例えば、まあ、一応今日で道議会が終わったので、この設置を具体的に例えば今週、まあ、って言っても今日しかないですけど、まあ、今週来週あたりなのか、その辺 の, その日程感とですね、まあ、あの先日もちょっと伺ったんですけど、今後 の, その早期開業に向けてですね、この会議体というものを、まあ、知事としてどのような位置づけとしてこう活用していきたいと考えていらっしゃるかということをちょっとぜひ伺えればと思います。これはまあ、仮称ということで申し上げてますけども、まあ、北海道新幹線札幌延伸推進会議という形で、まあ、これまだあの正式に設置してないので、まあ、仮称ということで申し上げてますけども、まあ、これ関係する方が結構いらっしゃいますので、まあ、そういった中で今調整をしてます。そして、この設置した上で、まあ、幹事会を今月の下旬には開催をする方向で調整をしてます。まあ、これは私たちだけではなくて、まあ、関係する方がかなり後半になるので、まあ、私屈指どもとしてはまあ、今月下旬これをやりたいということで調整をさせていただいてます。まあ、今、まあ、そういう状況です。なので具体的に何日ってことを今日の時点で申し上げることはできませんが、この下旬の日程が明らかになったらマスコミの、皆さんにしっかりお知らせしていきたいというふうに思ってます。でこの、まあ、幹事会でじゃあ具体的に何をまずやるんですかっていう話ですけども、まあ、工事の進捗のこの状況、まあ、この他に例えばこれ以前も本当は示してほしかったんですけども、さまざまなその、工程短縮に向けた取り組みの説明が前回あったんですけど、要はさまざまな取り組みをしたことによってどれだけ短縮になったんですかとか、
まあ、そういうちょっとこう なかなか専門性の高い説明はあったんですけども、要は道民の皆さんとか多くの方が聞いているときになるほどと、まあ、これだけこういう工夫をして短くなったんですねとか、まあ、そういったところがなかなかその、分かりにくかったという指摘もありまして、まあ、そういったまあ、分かりやすい説明をぜひしていただきたいと思いますし、するべきだと思ってますので、ぜひそこはそういう調整を行っていきたいというふうに思ってますし、またこういった幹事会のみならず、この設置によってですね、国や鉄道運輸機構に対しての、この開業時期も含めた今後の見通し、これがもう、とにかくもう多くの方から、もう見通しがない中で、30年度がですね、待つが難しい、もうこれを早くとにかく見通しを示してほしいんだということであります。ですから、こういったことを、しっかり求めていく、さらには、まあ、この沿線の自治体がそれぞれまちづくり、これ、やってますので、そういったさまざまな懸念の解消、まあ、こういうことを枠組みの中でやっていければと思いますし、また新たな交通体系の構築に向けた検討といった中長期的な課題への対応、まあ、こういったものに向けてですね、これはしっかり道民の皆様をはじめとして、関係する皆様とも、まあ、一丸となってですね、こういった新たな枠組みも使いながら取り組みを進めていければというふうに考えてます。まあ、日程については追って決まったら記者クラブの皆さんお知らせしたいと思います。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、技術的な話で大変恐縮なんですけど、先日のその答弁のその言い回しだと、速やかに設置の上幹事会を開催っていうその答弁からすると、まずその設置が一応過小であった上で幹事会が開かれるっていうふうに、私としては取れているそういう理解で、設置しないと幹事会がセットできないから、じゃあその幹事会でそのいわゆるその設置しましたってわけじゃなくて、先にその設置があって、でその上でその第1回の幹事会があるっていう理屈っていう流れってことです。分かります。まず設置を決めなきゃいけないんで、はい、分かりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。北海道新聞村田さん。同志の村田です。今の、NHK 桜田さんの質問の関係で、設置もまだ、設置時期設置まだできてます。まだ、はい、で日付がいつかも決まっていないという状況で、はい、またおそらく近くなんですよね。そうです。来週とか今月の下旬には幹事会開きたいっていうのが、はい、私どもの、はい、強い思いですから、まあ、そこに対して機構とか国とかそういういろんな方々がいますから、まあ、そういうところに今まさに我々のその日程感でお願いをしてやってるというところです。分かりました。それで、私お聞きしたかったのが、まあ、今、定例会における知事のこう、答弁の内容に関してなんですけども、まあ、野党側の方々からですね、その議論が噛み合ってないなどといったこう指摘が、いくつかありました。有志会の鶴間さんからですね、釧路湿原の太陽光発電の関係で、知事のこう思いを聞いた、これに対してまあ知事そのどうも見解をこう、まあ、述べられるにとどまっていたと。で、維新の山崎さんはですね、中大連の関係で知事の思いを聞かれていた、ただ、まあ、こちらも道の見解を述べたということだけで、まあ、山崎さんはですね、その知事の答弁が噛み合わないケースが多大にあると、で、まあ、不誠実だといったこう指摘があったわけなんですけども、このような、まあ、場面に限らず、まあ、そのこういった、場面が、まあ、やや増えているのかなというような印象を持っているわけですけれども、このような指摘について、知事ご自身はどのように受け止めていらっしゃるのか、受け止めを聞かせてください。まあ、まず、議会におけるあらゆる議論に対してはですね、理事者として真摯に受け止めて、この取り組んでいかなきゃいけないというふうに思っています。まあ、何度も申し上げてますけれども、まあ、道議会と我々執行部というのは車の両輪でありまして、さまざま議論を深めながらですね、道政を進めていくということが重要だというふうに考えてます。まあ、そういった中で議会の議論を行うための一定のルールがあります。まあ、限られた時間の中で、まあ、効率的かつ有効な議会議論を行うために各会派と取り決めた中での一定のルールの下で、さまざま、まあ、今ご質問のあった再質問をはじめとする意見交換、まあ、こういったものを行っているとこういうところがあります。再質問などに対する答弁の、部分で、まあ、今お話もありましたけれども、まあ、それぞれの立場、考え方
に基づいて、まあ、議論をしています。ですから、まあ、このことが必要だという例えばご質問に対してなかなかその必要であるということに対して、この今の時点でなかなかいわゆる執行部としての考え方との違い、まあ、そういうものも例えばですねある場面も議論の中であるかと思っています。そうすると再度の質問の場合につきましても一定の同様のですね、まあ、発言という形にもなるということもあり得るわけであります。また同の考え方、まあ、この当然私も知事としてさまざま広範なその各部局ありますけれどもそれぞれしっかりと答弁内容についてこの話をしながらですね議会で答弁をさせていただいていますので、まあ、そういった中でですね議会とは真摯な議論を積み重ねていくことが私は大事だというふうに思ってますので、まあ、これからもしっかりそういった対応をしていければというふうに考えています。はい、まあ、そういった、ご見解なんだろうなとは思っているんですけども、ただやっぱりこう、一部のこう同期の方々からはその、知事の答弁ぶりについて、まあ、そのちょっとあまり無気力すぎないかというようなこう指摘もあってですね、まあ、私の記憶でいきますとこう就任直後とか、まあ、もしくは夕張市長時代とか、こう反論権を行使されたりとかですねはきはきこうお答えになってたのかなというような印象を持ってたんですけども、こう、最近やっぱこう、やっぱその無気力というような指摘を受けるような答弁ぶりになっていってしまっているのはどういった理由が考えられるんでしょうか。まあ、さまざまな、まあ、そういった議会での議論やご指摘、まあ、ご意見も含めてですけども、まあ、それはしっかり受け止めなければならないと思いますし、また各マスコミの皆様からさまざま同性に対してですね、まあ、いろんな意見もいただいてます。まあ、それは同性のトップである、知事としてですねさまざまな皆さんのそういった声をしっかり受け止めて、当然対応していかなきゃいけないというふうに思っています。で、先ほど申し上げたように議会と執行部というのは車の両輪であります。そして一定のルールを各会派ともある意味では取り決めた中で、このやり取りをしているという状況がありますから、まあ、それはそれぞれの議会、例えば、まあ、市町村の議会の中でも、議会と執行部の中でさまざまなそういったルールというものを制定した中でですね建設的な議論を積み重ねているというところがあろうというふうに思いますので、そういった状況の中でしっかり執行部としてまた知事として対応していく、まあ、このことに尽きるのかなというふうに思っています。わかりました。あと、まあ、最後になりますけども、この会見とかでですね、まあ、割とこう知事は比較的こう力を込めてですねはきはきとおしゃべりになるかなと思ってるんですけども、議会だとそういう、 こう、まあ、無気力と指摘されるような答弁になるっていうこともあるんでしょうか。それはまあ、いろいろいろんな場面で、この私にどういう印象を持つかについては、まあ、それはさまざまな人によって違うんだと思います。まあ、大事なことは、まあ、しっかりですね執行部また知事として、議会で発言すべく、発言するべき、内容を、しっかり練り上げた上で議会で、答弁をしていく、そのことがやっぱり大事だと思いますので、そこはしっかり議場っていうのは大変神聖な場ですから、まあ、そういう状況の中でしっかり私としての役割を果たしていきたいと思っています。さまざまなご意見をしっかり受け止めた上で、知事としての仕事をしっかり果たしていきたいというふうに思います。他のご質問いかがでしょうか。毎日新聞石川さん。毎日新聞の石川です。宿泊税の関連で、納税者の負担感について知事がどのように捉えていらっしゃるかというのをちょっと確認させてもらいたいんですけれども、まあ、今回同税の宿泊税の導入を表明されたということでですね、北海道においては道も宿泊税を課すし、また多くの自治体で、多くの市町村でもですね宿泊税を課すことになりました。で、まあ
都道府県も市町村も課しているのは今福岡だけなんですけれども、まあ、福岡においてはですね、まあ、全体で200円にとどめるっていう議論になってまして、まあ、例えば札幌ですと200円なんで、まあ、北海道とは300円ということで、まあ、ちょっと全国の中でも、まあ、導入実際と比較すると一番高い額になっていると思うんですけれども、そういった負担感についてですね、知事どのように捉えていらっしゃるんでしょうか。まあ、そこはしっかりそれぞれが都道府県または市町村においてですね、それぞれの必要性の中で、まあ、観光振興を目的としたそういった税のあり方について議論が行われているわけですから、また総務省に対する協議、まあ、こういったものも行った中でですね、まあ、そういった負担感に対する一定の整理、まあ、そういったことも行いながらですね、まあ、課税を課していくというところになりますから、まあ、そこはそういった中で行われていくものというふうに理解しています。昨年の段階、福岡方式でできないかということで、札幌市さんから一回提案があったと思うんですけれども、まあ、その中でなかなかその区長が先に定率制で導入されてたりとか、まあ自治体にはその課税自主権があるんでということで、なかなかうまくまとまらなかった部分があったとは思うんですけれども、まあ、その結果として一番負担感が高い税になったところで、もう少しなんていうんですかね、首長のトップの政治家同士で全国的な水準に抑えるとか、そういったことができなかったのかなという思いもちょっとするんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。まあ、それは導入を検討している、まあ、そういった自治体とはさまざま意見交換を継続的に行わせていただいておりますので、まあ、そういった中でしっかり連携を図りながら、この在り方を作り上げていくということが重要だというふうに思います。あとですね、ニセコ町からの意見書ですとか、あと、まあ、自民会派からの指摘でも出てましたけれども、北海道の宿泊税っていうのは、まあ、大体額面ベースで4割ぐらいは道民が負担すると、あと、まあ、実人数でいうと、道外の人よりも道民の方の方がですね、宿泊税を負担する割合が高いっていうことが指摘されてますけれども、この点については、知事としては問題認識っていうのは、問題かどうかは別としてですね、問題として捉えてたりはするんでしょうか。まあ、道民の皆様をはじめ道内で宿泊という行為に対して、まあ、その課税する形が、まあ、最も、そういう意味では妥当であるという状況の中で議論を経て今回の基本的な考え方、まあ、これをお示しをさせていただいてます。また先行する自治体の、まあ、導入状況、まあ、こういったものも、しっかり踏まえた中で、まあ、こういった制度設計の中で一定の理解を得つつあるというふうに思っています。より今後もですね、詳細な設計などの議論に、まあ、条例提案も含めてですね、向き合っていく中では、さらに丁寧な説明については繰り返していく必要があるというふうに思っています。今回宿泊税の取材をしててですね、やはりその比較的高いその宿泊税を、まあ、道民の方が相当負担するということで、まあ、特に個人的にすごく気になっているのはですね、まあ、仕事でですね、長期連泊する方が、まあ、この税を負担せざるを得ないという状況、まあ、今の道案ですとそういう状況に置かれているというところが、まあ、正直ちょっと一番問題があるんじゃないかなと個人的には感じているんですけれども、まあ、その辺についての知事の考えと、あとですね、まあ、免税店を導入すればこういうところはだいぶその回避できるんじゃないかとは感じているんですけれども、まあ、これについてはまあ簡素の税制ということで、また今年度に入ってからはですね、まあ、有識者会議で導入後の検討議論になったということで、はい、まあ、あまりちょっと真剣に議論してないという言い方はちょっと悪いかもしれないですけれども、まあ、具体的な検討をされていないような印象も受けるんですけれども、一方でその今回の道議会でさまざまな意見が出てきて、その検討すべき事項が残されているんだというふうに知事答弁されていましたけれども、はい、その中にこの免税店というのは含まれるでしょうか。まあ、先ほどから申し上げてますけれども、新税の概要の道案についてはお示しをさせていただいた中で、まあ、議論は重ねさせていただいたというところであります。まあ、今議会においてもですね、まあ、その中で先ほど申し上げたように、早ければ、令和8年4月の導入に向けて、条例の策定に着手する考えについても、お話をさせていただきました。またそういった交付金やその交付率の考え方、
またあのシステム改修なども踏まえた中での補助金のまあそういったありようについても先ほどもお話をさせていただきました。まあ、一方でその条例のこの制度の骨格となる条例の策定に向けた検討を進める中でですね、さまざま議論をしなければならない、また整理をしなければならない、まあ、そういった点がありますので、まあ、今回の議会議論においてさまざまなご意見もいただいた中でですね、そういった点については今後とも議論をしていきたいというふうに考えています。その中に免税店は入るっていう理解でいいんでしょうか。それは基本的考え方の道案の中で一定の整理をさせていただいているというところであります。今までの印象ですと、免税店に関しては、あまりちょっと議論してなかったような印象があるんですけれども、それはもうじゃあそこは変わらないっていう感じですかね。この道案についてのこの考え方についてはお示しをさせていただいた中で、議論をさせていただいています。その中でさまざまな課題が出ている点については、先ほど申し上げたような制度をこれから議論する中でさまざま議論はしていかなければならないというふうに思っています。免税店についてのちょっと知事の考えを伺っているんですけれども、だから道案に記載があります。もうその通り、じゃあその基本的考え方をお示しした中で議論をさせていただいているということであります。わかりました。他いかがでしょうか。朝日新聞、日浦さん。朝日新聞の日浦です。よろしくお願いします。長谷川岳参議院の件です。5月に道の調査では、2019年からの5年間で1億7800万円の出張を、旅費がかかっていたという結果が出ています。で、先日ですね、札幌市の例なんですけれども、出張した市幹部に対して長谷川氏がですね、わずか1分や3分でですね、追い返したという、事例がありまして、どう見ても公費の無駄遣い結果になったわけですけれども、5月に行った北海道の調査の中では、そういった事例はまずあったのでしょうか、なかったのでしょうか、教えてください。はい。それは、そういった、担当、なんていうんだ、1分、札幌市の例ですね。ですから同じような同様の事例が北海道ではあったのか否かということです。これは我々過去5年分調査しました。で、調査した中では、この面談時間が短い、面談時間が短いことなどによって、この出張の目的が果たせなかった面談などについては確認をされていないという報告を受けています。 なかったということですか。はい、で報告を受けています。ということは確認ですけれども、札幌市ではこういう事例がありましたけれども、改めてすでに調査はしているということですから、改めてこの件について、道としては調査するおつもりはないということですね。はい、札幌市がどういう対応をしているのか、私、正確にわからないんですけど、道としては5年分、保存があるやつ全部調べて、もう莫大な時間かけてやってます。その中で今申し上げたような面談等は確認されていないということですから、またそれを同じことをやってもしょうがないんじゃないでしょうか。はい、市の事例なので、これは知事に聞くのはお門違いかもしれませんけれども、わざわざ出張費をかけてですね、東京まで行って、そういった幹部に対してですね、1分、3分で追い返したような、長谷川岳氏のですね、言動についてはどういうふうにお考えですか。それは私はなかなかその札幌市としてどうお考えになるのかということに私の立場で申し上げることは控えなければならないというふうには思うわけでありますが、道として申し上げれば道のこの調査の中においてその長谷川議員との面談のみを目的としたそういった出張が多く見られたわけで、それは最大の効果を上げるという観点でやはり課題があったというふうに思っています。で、そのこともこの会見の場でも申し上げましたけれども、見直しを指示した中でですね、通知を徹底して改善を今図っているところです。いずれにしてもその税金でもってですね、その出張をしてますので、
そこでやはり最大 の、 あの効果、まあ、これを上げるとこういう視点であの取り組まなければならないのは、まあ、これは道だけのことに限ったことではないのではないかというふうに思います。ありがとうございます。他のご質問いかがでしょうか。日本経済新聞塚田さん。日経の塚田です。よろしくお願いします。話題変わって GX 特区に関して伺いたいんですけれども、あの議会の中でも税優遇に関しての話題出たかと思います。昨日の特別委員会でも7月下旬から有識者の方に意見聴取開始されてっていうのを出されたかと思うんですけれども、その意見聴取8月上旬までっていうふうにされた上旬、7月下旬から8月上旬に開始というふうになったかと思うんですが、はいはいはい、その後のスケジュールであったりとか、はい、まあ、その実際具体的に内容を詰めて決めていく目標、まあ、目安などありましたら教えてください。はい、あのこれはあの、まあまあ、今後ですね、同議会でご議論いただくということはもうこれもちろんやっていかなきゃいけないんですが、まあ、札幌市とまあ共同でですね、まあ、この提案をさせていただいているわけですが、まあ、札幌市と合同という形で、この懇談会形式、まあ、これによって、まあ、エネルギー関係、金融、地域政策等の学識者、経済団体、さらには業界団体などの、幅広い分野の有識者から、まあ、多様な視点に基づくご意見、まあ、これをいただきながら詳細な内容を検討していきたいということから、まあ、この懇談会についてですね、調整をしています。で今ご質問にありましたけれども、この7月の下旬から8月の上旬に開催をしていきたいということで今調整をさせていただいています。これはあの有識者の方の人選も合わせて今調整をしているというところでありますので、まあ、まだその7月の下旬とか8月の上旬だとかもまだ決まってないので、そこら辺もですね、まあ、しっかり決まったらまたお知らせしたいと思います。8月上旬ぐらいまでにまず第1回の懇談会を開いて、 それをまあ何回か重ねて詰めて、まあ、同議会での議論も踏まえて決めていくっていう流れになるんですか、ね、今人選とともに開催も調整している段階なんで、まあ、ちょっと若干幅を持たせていただいてますが、まあ、7月の下旬8月の上旬、まあ、こういう中で調整していきたいと思ってます。具体的なまだ人選やまだ人選が決まってないですか、日程も決まらないというところもあるんですが、まあ、そういったところについて調整中という状況です。懇談会は大体何回ぐらい開こうとかそういうことは決まってますか。まあ、そこはまずしっかり皆さんとしっかり目線合わせした上でやっていく話になるかなというふうに思います。そういったこと同議会の議論とかも踏まえて 最終的にはいつまでというのも まあ、あまりだらだら続けるものでもないと思うんですけれども、そうですね、まあ、年内とか年度内とかそういう目処ってございますか。まあ、一定の目処を当然のことながら持ちながらやっていきたいと思いますが、まあ、それぞれの有識者の方々を人選した上で、どういった形で議論を進めていくかというのを共有して目線を合わせて日程感を持ってやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他いかがでしょうか。まあ、議会関連以外もご質問あればお受けいたしたいと思います。日本農業新聞松村さん。日本農業新聞の松村と申します。話題変わって鳥獣被害の関係で伺います。財務省の方で6月の下旬に各省庁の予算執行調査というのが公表されまして、農水省の鳥獣被害防止総合対策交付金について予算削減をもって含めてこう見直しを求める指摘がありました。でこれを受けて農水省も先日各市町村が対策を点検して農業被害を減らす効果を高めるという仕組みに見直す考えを示しています。で北海道においてはですね、折しもこうヒグマが指定管理鳥獣になってたり重要性が高まっているタイミングで見直しが検討されるっていうことになるかと思うんですが、そのことについて道としてどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。これは財務省とこの農林水産省の中で、財務省の方から、そういったある意味では見直しを求めるような指摘がありました。でこれは聞くところによると、私も事務方から聞いたらですね、調査範囲には北海道は含まれてないというような話らしいですが、いや北海道はですね、これ大変大きい被害受けてるんですね。農業被害ですとかで今ご質問にあったように
そもそも私はこの鹿と熊の単価もですね、まあ、同じような状況の中でやっぱりしっかり見直しをしてほしいということについても農林水産省にもお話をしている中でですね、この財務省のそういった指摘で、うん、ある意味点検をする必要性、まあ、これはあると思うんですよ。その有効にその予算を使いながらですね、やっていくって観点で点検すると、まあ、このこと自体は必要だと思いますが、こういった予算の削減とかにつながるような見直しということであれば、私はこれ今むしろこれ必要なわけですから、そのクマも目撃も増えてますし、またの農業もですね、うん、そういった意味で大変なそういった危険も感じながらもですね、対応しているわけですから、そういった実情も合わせてですよ、調査されるんであればする必要あるんじゃないでしょうか。なんで北海道対象外なんですかね。だから私はそれはおかしいと思いますから、ぜひこれしっかりそういう問題点も指摘する必要があるんじゃないかなと思ってます。で、何よりこの鳥獣被害防止総合対策交付金については、まあ、今申し上げたようなエゾシカですとかヒグマ、まあ、こういった中で農林業の被害防止、この上で大変重要な施策であるということをやはり強く申し上げたいというふうに思います。そして今熊の話もしましたが、エゾシカについても道としては緊急対策期間ということで設定をさせていただいて捕獲対策の強化をしています。そしてヒグマについてはこの出没が相次いでいる中で、この住民の皆様の安心安全の確保のために、むしろですね、この交付金の重要性というのはますます高まっているという状況があるわけであります。まあ、この指定管理鳥獣の指定については環境省なんですね、うん、で、この農業被害は農林水産省なんですね、うん、それで財務省がまた出てきて、そのちゃんと執行できてるんですかと、うん、まあ、そういう話になっていて、で、北海道は調査もしてないと、だからそういう状況なわけですよ。だからそれはやっぱりちゃんとですね、そういう実態をですね見ていただいて、ヒグマの本当にその日常的にそういう出没をですね、その財務省の方がどこに住んでらっしゃるのか分かりませんけれども、その北海道に住んでたらですよ、同じ頭作りになるのかなと思うわけですね。ですからそういったことについてはやっぱりしっかりですね、これは国にお伝えしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思ってますから、ぜひ農業新聞さんにですね書いてもらったらありがたいなと思います。そういう事実情をしっかり把握した上でですね、対応してくれたらありがたいなと思いますし、まあ、我々としても必要な予防をしていきたいというふうに思います。で、つまりはそのなんか北海道の実情も知らない中で、そういう、まあ、北海道に調査しない中で見直しが提起されたということにはもうおかしいというような考えっていう。私は事務方からそうやって聞きましてですね、例えば熊の農業被害の6割は北海道ですよ。6割が北海道なんですよ。でも北海道は聞かないわけですよね。それおかしくないですか。だからやっぱりそういう問題に対して非常に身近な問題として我々は日々感じてます。ですからそういった視点をぜひ財務省の方にも持っていただけるとですね、大変ありがたいなというふうには思っています。他のご質問いかがでしょうか。朝日新聞長谷川さん。朝日新聞長谷川です。よろしくお願いします。私からも長谷川学参議院議員のことでお尋ねします。GX特区のですね、提案書の提出の際、これ1月23日なんですが、当時 の土屋副知事と札幌市 の秋元市長が直接上京して、はい、で国に提案書を提出したと。ただこれ金融庁の要項ではですね、電子メール以外はお控えくださいというふうにあるものの、はい、提案なんですって。そういう仕組みになってたのに直接行かれたと、はい、でどうやらこれ取材をしていると長谷川学議員の方が、はい、まあ、そういう
提案というか要求をしたことによってそういう形になったようなんです。あ、そうなんですか。はい、実際にその提出前の会議でその市長と副知事のツートップで行ったらいいんじゃないかとか、あと道の幹部の職員の方の名前を挙げてにゃにゃにさんも連れて行ってあげてとか、そういう発言が会議であったと、まあ、取材の結果そういう証言が得られています。で、まあ、細かくそういうことを指示された上での直接提出だったようなんですけど、まずこのことは知事は把握はされていましたか。まあ、そのことが事実なのかどうかちょっとよく分かりませんが、それは国として要望を受けるかどうかというのは、その長谷川議員に何かを言われて要望を受けることになったとか、そういうことではないんじゃないですか。まあ、普通だって要望を受けるかどうかというのは各省が判断するわけですから、うん、その要望を受けるか受けないかではなくて、メールで出してくださいという質のものを、はいはい、副知事とそれから市長で直接言ったらどうだということを提案し、議員の方から提案を受けて、はい、どうやらそういう形を取ったようなんです。そのことは知事は把握はされていましたか。いや、そういった詳細な話っていうのは聞いてないですが、事実関係とか何かあるんですか。担当のありますか。はい、ですね、そして特に関しましてはですね、長谷川議員には関係省庁との調整にもいろいろ携わっていただく機会が多かったことからですね、いろいろ助言はいただいておりますけれども、まあ、実際の提出をするどういった形で提出するというのは札幌市道、それから、まあ、当時チーム札幌北海道としていろいろ検討した上でですね、直接ご要望をしたいというところで金融庁にご相談申し上げてご了承いただいたという経緯でございます。道と札幌市といろいろ協議をした上でという、そのきっかけになったのはその議員からのそうした方がいいんじゃないか、誰々さんも一緒に行ってもらってよという発言が大きく影響を受けたということではないですか。そうですね、特にそういうことではございません。ではないんですね。はい、で知事、今の話を踏まえてですね、まあ、これまでいろいろ問題になってきている中で、その一人の国会議員がですね、まあ、道とか札幌市の、まあ、主体となっている政策について結構いろいろ口を出す、まあ、口を出すって言い方が適当かどうか分かりませんが提案し、時に主張もね要望するというようなことがどうやら取材の中で見えてくるんですけど、そういうことについては知事はどんなふうにお考えになりますか。それは長谷川議員のみならず、まあ、国会議員もそうですが、まあ、いろんな形でこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかというのは、それはいろんな意見がそれはあるでしょう。ただそこは当然のことですけれども、チーム札幌北海道であり道であり市でありという中でしっかりその必要性などを判断した中で、対応していくということがやはり何より重要というふうに思っています。まあ、それはいろんな思いからこうした方がいいんじゃないか、あした方がいいんじゃないかっていうのは、まあ、いろんな方がいろんなことをそれは言うんです。ただその中でも、いやそれは必要ないなとか、それはいるなとか、確かにその通りだなということとか、まあ、それをちゃんと判断して、まあ、やっていくってことが、まあ、大事だと思いますし、まあ、今後もそうしていくべきと思ってます。はい、ありがとうございます。最後1点だけお聞かせください。先ほど説明もありました、その皆さんで議論をして直接行った方がいいんじゃないかということになったということですけど、はい、その意見を踏まえてですが、まあ、長谷川氏の方から提案が あったという情報もあるんですけど、今回のこの直接持ってった要項には一応そのメールでお願いしますというふうに書いてあるのを直接持っていったという出張については知事は適正だったとお考えになりますか。やはり直接持ってってその、まあ、誰に会ったんですか。今吉副大臣、金融庁の副大臣、はい、副大臣にそれは直接持ってってなんていうんですか、まあ、ある意味ではその特区に向けてぜひ認定をしてほしいという機会が得られるんであれば、それは非常にいい話なんじゃないかなと思います。その基本的に命令出してくださいって言ってたのをどうして副大臣が我々の思いをしっかり聞いていただける環境に何て言うんですか、省庁として判断したのかっていうのは
それはあの先方の判断だと思いますけど、やっぱりあの、認定を勝ち取りたいわけですから、まあ、その中であのしっかり時間を取って責任ある人があの話を聞くよというのは、私はこれはあの有効なことなんじゃないかなと思いますから、あそこはあの必要なんじゃないでしょうか。とすると出張はあの知事としては適正であったとお考えになるということですね。適正だと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。他のご質問いかがでしょうか。北海道新聞佐藤さん。よろしくお願いします。北海道新聞佐藤です。道庁職員が利用されている町内 SNS についてお伺いします。道が昨年の8月から町内のコミュニケーションのこう増進のために試験導入している町内 SNS といわゆる、まあ、トゥースペースウェカルパという名前ですけども、こちらについて、職員がこう就労時間内にですね、業務とは無関係とみられる不適切な投稿が相次いでいることが分かりました。まあ、ここには職場とか、まあ、業務に対する不平満愚痴とか、それからまあ個人的な趣味に関することなど、こう幅広い投稿があることが分かっているんですけども、このことについてまず知事の受け止めをお願いします。また、まあ、知事ご自身もこのルースペース、まあ、閲覧の権限は当然あると思いますし、ご覧になっているのかなと思うんですけども、まあ、こういった不平不満愚痴、個人的な趣味の投稿をされているその職員っていうのが、まあ、どういったこう心情からそういう投稿をされているか、まあ、どのようにお考えか教えてください。まあ、この SNS、 町内の SNS については、まあ、やはりあの北海道の勤務地っていうのは振興局も含めて非常に広いんですよね。で、職場によっては本当に 少人数で、あの、まあ、なかなかなんていうか多くの方にあの意見を求めたりだとか、あのそういう環境にもないところもあったりとかして、まあ、そういう意味では新しいこういった技術を活用する中で、まあ、いろんな悩みを抱えている職員同士あのコミュニケーションを図るっていうのは、私はこれあのいい取り組みじゃないかなと思ってます。で、その中で、まあ、具体的な声も どんな声が出てるのかなってことで、あの職員 の活用した中での声を聞いてみたら、まあ、その職場の声、職場の垣根を越えて横のつながりを作ることができましたとか、あの例えば契約に関するそういった専門的なあの事項について例えば質問したときに、詳しい方とかが、まあ、さっき言ったような小さい職場だといなかったりとかするけど、あのみんなで共有できるんで、あのこういうふうにするんだよとか、まあ、いろんなことを教えてもらえてよかったとか、あと職場でどうしてもなんて言うんでしょうか、規模が大きいところはいいんですけど、規模の少ないところで前例のないような仕事が出てきたときに、あの経験者で、あの自分はこういうふうに経験してたから、あのこういうふうにした方がいいんじゃないとか、まあ、そういう回答が得られたとかで、まあ、他の部署であのこれ必要がもうなくなったな、でももったいないから他のところで使えないかなってことで、あのこういうものあるけどうちでは使わなくなったけど他の職場で活かせませんかとかってことで、あの有効に活用できたとか、まあ、結構こうあのそういうあの声もあって、まあ、そこはあの私はなんていうかいらないっていうよりは、まあ、有効な機能したところもあるのかなと思ってます。で、一方で、まあ、ちょっと疲れたとか眠いだとか、まあ、そういうあのやり取りとかもあって、でもまあ、考えてみたら、なんて言うんでしょうか、まあ、皆さん、記者の方もそうだと思うんですけど、たまに疲れないですか、仕事してて。それでその時に、あのちょっと昨日遅くまで頑張ったから、ちょっと疲れたなって言葉で言った時に、なんてことを仕事中言ってんだということにもするのがいい風潮なのかどうかっていうのも、ちょっと、私としても悩ましいなと思ってて、やっぱり、まあ、文字で見ると確かにあの疲れたとか眠いとかってなるとどうなんだろうなって思うこともあるんですけど、やっぱりこうちょっとこう仕事が繁忙期でですね、残業して、本当に寝る時間も惜しんで頑張って、あの道民のために働いた中で少しちょっと眠いけど頑張ろうって言ったら、その発言はダメだっていうことが
いいのかなっていうのをちょっと悩みながら、今いずれにしても今月中が施行なんで、いろんな良かったこととか、ちょっとこれ課題じゃないかなっていうこともやっぱみんなで話し合って、検討していければなって思ってるんですけど、なんかそういうこれができたことで助かったっていう職員の気持ちも大切にしてあげた方がいいのかなとも思ってます。まあ、じゃあ確認ですけども、基本的にはその良い部分も報告があっていいんだけども、知事としても、ちょっとこれはどうかなとい こう完全に 100% 肯定できるような、投稿じゃない部分もあるんだと、その、眠いとか疲れたとかいうそういう愚痴とかっていうのはなければないでいいけどあっても、こういう状況で仕方ないのかなって思って、その判断にされかねるとなんていうか、確かに疲れたとか眠いとか仕事中に一切そういうことを発言しちゃダメだっていう職場が本当に正しい職場なのかも、なかなか悩ましいというか、疲れているっていう中ではやっぱり少し早く年休取ってですね、もしかしたら体調が悪いかもしれませんから休んでいただいたりとか、ちょっと眠いなっていうこともですね、もしかしたらそのかなり忙しくてですね、疲れてしまっている中で出てしまったそういう話なのかもしれませんし、とにかく職員が生き生き働いてくれるのが大事だと思うんです。だからその中で、いろんな技術を使ってみんなの負担を少し心が少しなんて言うんでしょうか、辛かったなっていうところが相談できて助かったとか、そういうことも今の時代結構大事かなとも思うんで、これはちょっとなかなか難しいなと思ってます。だからみんなの意見聞きながら検討かなと思ってます。なんかわざわざそれを庁内宣伝室じゃなくに入れなくてもいいんじゃないかなっていうところも思ったりします。普通に一般的なツイッターとかでそれはそういう愚痴とかは言っていただいて、業務時間内にっていうところが少し引っかかるかなというふうに思いますんで、私も最初少しそう思ったんですけど、だからやっぱ業務時間内でも私も例えばちょっと連日私も公務も政務もあるから例えば毎日2時間3時間ぐらいしか寝られてないときにさすがにちょっと眠くなってしまうような時もですね、私の場合24時間いつでも働くっていう気概で当然やんなきゃいけないし、そんな眠いとか疲れたとか言ったら道民の皆さんからその期待に応えられないんじゃないかって思いで私はいるから、そういうことは言わないけど、でも本当に疲れてたり、そういった辛いなって思ってる声そのものをなんか少し言葉ではなく文字で書いてしまったっていうことに対してどこまでそれがもう許されないことなんだっていうふうにするかっていうと、なんかちょっとなんていうかそれがなんていうか悪いことだっていうところまで言えるのかなって、とにかく職場の環境を良くしていくっていうためにはどうすればいいのかなっていう視点で今回のそういった問題提起というか、そういうところは考えていければいいかなというふうに思ってます。分かりました。すみません、最後に確認ですけれども、7月末までのその施行期間というところを、例えば早めに切り上げて今今月末までというところを、例えば今週中明日とかで早期に締めるとか、そういった考えは今のところないということですか。それは考えてないですね。施行ですからとにかく 100% 素晴らしいということだけじゃなくていろんな課題もある中で、やってみた中でいいところをしっかり見たり悪いところもしっかり見てやっていくって話だと思うんで、確かに疲れたとか眠いとか、そういうことをずっと同じ人が何回も何回もやってたらですね、それこそ体調悪いのかなとか大丈夫かなっていうところでちゃんと周りがフォローしてあげなきゃいけないし、ダメなんだと思うんですけど、でもものすごい投稿件数があるんですけど、その中で割合としてはもう本当にあれ何件ぐらいだったかな、10何件とか20件ぐらいだったぐらいだから、
だからそういう意味では全職員参加できる中で、まあ、そういう状況だって考えると、まあ、それでもうとにかく今日やめようとかそういう話にはならないのかなと思ってます。分かりました、ありがとうございます、はい、あ、一応今十何件とおっしゃったのはどれぐらいの期間での十何件とかっていう、30件ぐらいだっけ、30件、はい、30件、それは最初から去年8月21日に始めた。だから眠いとか疲れたとか言ってるのだけが30件ってことですか。そうです、眠いと言ってたのがいうような趣旨の、あ、趣旨の、はい、趣旨の話が、はい、そうです。分かりました、ありがとうございます。他よろしいでしょうか、お質問ありますでしょうか。よろしいですか。それでは以上で本日の定例記者会見を終了いたします、はい、ありがとうございました。